ゴールデン合併市街午後1時。テレーゼファースト城所有の秘宝栄誉の水差しを ICPO の銭形警部が見事に守りきり、予定通りにハンネバルト城に収蔵されただとさ。ねえ、畜生！荒れておるな。うれ、次元地図だ。たく。ハンネバルト城、中世の戦乱を一度も落ちることなく生き延びた城か。厄介そうな城だな。まずはこの目で見てくるか。敵を欺くにはまず味方から。お役に立てず。まったくそうですな。もし私があなたを信用していたらと思うとゾッとします。はい。ま、ミスをしたのに世間的にはヒーローにしてあげたのだから、少しは感謝してもらいたいですな。面目ない。ルパンは一度ぐらいの失敗では諦めない男なのでしょ。はい。しっかり頼むよ。はっ、小銭形、命に変えても。あなたの命なんていりませんよ。だがまあそれぐらいの気持ちでお願いします。了解しました。運んできました。ストークです。ルパン三世魔術王の遺産、続きからやっていきましょう。今度その城に攻め込むかな。とりあえずこれなんか服装このままでいいんかな。警官になり続けます。いい、観光客の方がいいじゃん。いいんかな、そのままちょっといいよ。何か忘れ物した気がするな。あ、なんだ。何を忘れてるんだい。チェックポイント。ちょっと待って。ここや、ここや、ここや。いきなり何を忘れたんでしょうか。困るぜ、忘れました。お、なんかある。これか。エイドボックス、スタミナ回復する。何もないな。スリープシリンダー。他は何かあるかな。預かってたもの返して。ワルサー P38。警官や敵意のない人に発砲厳禁。9ミリパラペラム。やっぱりこいつはお前が持ってないとな。まあ使わず済むのはそれが一番だけどな。なるほど。これは持っていかんのか。ワイヤー。お、これいるじゃん。抜かれるなよ。あとはないかな。とりあえず装備しましょうか。リキッドガン、ワルサー、フライパン。とりあえずリキッドガンですね。スリップシリンダー。赤外線スコピーだね。ワイヤーだな。はいよ、じゃあ進んでいくよ。とりあえずどっちに行っていいか分かんないけど。え、いきなり変装せにゃいけんの。いや、ここは観光局でしょ。よいしょ。特別警戒中です。わかりました。知らせます。あ、まあっちに進むんじゃないのか。こっちか。こっちに何かあるな。でも本当にどっち行くんだろうな。この店、この先の店がカルカです。どういうこと。時間がありゃ一杯やってくるの悪くねえんだから。誰もいねえけど、確かに。ああ、いいっすね、この BGM。ルパンっぽいわ。観光客。こっちではないってことだな。多分あっちの方でしょう。チェックポイント。道もね、そんな一本道というか。マップが見れるんだったっけ？マップ見てみよう。行けるっぽいね。こっち行ってみよう。さあ、こっち行ってみましょうか。とりあえず城のとこまで歩いていく感じでしょう。話せる。橋を渡った先がハンネバルト城だけど、美術展開催するとかでバタバタしてるんだ。そうなんだ。橋から見える景色は素晴らしいでしょ。見てるだけで心が洗われていく気がします。そんなもんかな。ちょっと待ってね。はい、失礼。はい、では進んでいくけど、多分こっちで合ってるんだよな。お、着いたよ。演奏するとアクションができんからな。警備員に軍用ライフル AKM とはな、やたらときな臭い城だな。戦争でもおっぱじまるみてえだ。さて、その城にどうやって入るんだろう。ワイヤーか。これはどっちに行くんだろう。こっちか。とりあえずこの城であることは間違いなさそうだけど、服がないよな。あ、一人ワンやった。どうも。え、ウルパン。あ、銭形で行けばいいんか。誰で行けばいいか分からんな。ちょっと待ってよ。入れるとしたら銭形でしょ。めっちゃブルブル震えてる。そして銭形。さあ、銭形で入っていきますよ。早くね。入った。オッケー、入った入った。大丈夫か？なんかこのカメラワーク怖えよ。さてと、観光客でもよかったのかな、普通に。入ってきたよ。警官がおるな。ここは警官で、とりあえず味方切るのまでいいんかな。お、状況セーブしますか。じゃあセーブしましょうか。あ、入ったぞ。とりあえず調べましょう。明らかに入ってくださいみたいな扉です。何これ。なんだ。どうも。セーブエリア。ちょっと上がっちゃった。あれ？何もないな。えっ！あらららららら。誰だ？逃げろ！ルパンがいたぞ！逃げろ！あ、あかん？よし、ちょっと待って。こっち？どこへ行った？あららららららら。誰だ？ルパンだ！あ、ちょっとそんなことした場合じゃない。あ、赤外線がある。赤外線がちょっと赤外線にしてちょっとフライパンでね、あ、ちょっとおねんにしまいましょう。よいしょ。痛い。はいよいしょ、オッケー。何ですか、赤外線とか物騒な、まったく。ほっ！いや、いきなり超物騒ですよ。主観。はい、進む。なんかないわけ？ここ隠れるとか。エイドキット回復。おお、不用心に歩き回るもんじゃないな。よっしゃ、リキッドガンに変えとこう。で、変装。よっしゃ、マインド回復。変装で、ゼニガタゲーム。が見えんかな。これあっとんかな、こっちで。とりあえずこっちだろう。席何あ、どういうこと？行けってこと？なんだどうも。なんだどうも。こっちからでも行けたよね。よくわからんな。とりあえず変装。あ、喋れる。警部お疲れ様です。異常ありません。ちょっと待って、これこっちやな。こっち行こうか。警官チキーン。はいよ。後ろにいるやつ、ルパン対策って集められた瞬間の観察、判断力優れたやつらしいんだ。見かけ俺たちと変わらないのに大したもんだよな。噂にも他にもああいうやついるらしいで。俺たちがルパンだと分かってたら追いかけりゃいいよな。えっ、えっ、眠った？しみましょう、ボタン。なんだこいつは、わかんねえぞ。いきなりダメじゃん。チェックポイントあった。なんだこれ。01225オープン。とりあえずあそこじゃあオープンさせましょうか。オープンさせて、そうそういい時間かなってとこですね。まだ起きてないね。ちょっと見るか。ちょっと待って、2桁か。何、レイドボックスじゃないよ。25?25 25がオープンか。じゃあ25、違うじゃん。12、とりあえずあれじゃあ何がまたこの謎なんだよね。なんだことをまたちょっと謎解きタイムですな。いや、いっか、ここまででしょうか、一旦。はい、ではですね、今回はここまで。次回はこの謎解きに挑戦して進めていこうと思います。ゲーム実況はストークでした。バイバイ。僕すぞレボリューション。この鳥動画。チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録。